渡辺亮は日本のエコノミスト。野村総合研究所ヨーロッパ社長、一吉経済研究所社長、法政大学経済学部教授、ケンブリッジ大学客員フェロー等を務めた。東京都国立市出身。東方高等学校を経て、1970年、一橋大学経済学部卒業、野村総合研究所入社。1972年から2年間ロンドン。 大学ロンドンビジネススクール修士課程に留学。1974年、野村総合研究所証券調査本部研究員。1983年、野村総合研究所ニューヨーク駐在エコノミスト。1986年ワシントン支店長。1989年経済調査室長。1991年投資調査部長。1993年から、 野村リサーチインスティチュートヨーロッパ社長を務め、1999年、野村総合研究所研究理事。公認の野村リサーチインスティチュートヨーロッパ社長は、福島清彦。1999年、一吉経済研究所、代表取締役社長。2002年、法制大学経済学部、国際経済学科教授。2008年から1年間、ケンブリッジ。 大学客員フェローとして、在外研究に従事。英国王立経済社会研究所理事、公益財団法人日本証券経済研究所、評議員等も務めた。2018年法政大学定年退職、法政大学名誉教授。ありがとうございます。